駅付近の坂から上りホーム、石川大駅は東京都大田区東雪ヶ谷が2丁目にある東急電鉄池上線の駅である。駅番号は IK08 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。サービスマネージャー導入駅のため、旗の大駅から遠隔監視している。上下ホームで駅舎、改札が別となっており、改札内でのホーム間移動はできない。 駅設備として、下りホームにのみ男女トイレが設置されている。上りホーム側のみに飲料自動販売機が設置されている。駅舎は上りホーム改札横に建てられている。また、ホームの照明は LED 照明となっている。駅の立地上、駅の五反田側は台地の掘り割りとなっているが、ホームは築地区上にある。 2020年度の1日平均乗降人員は 11, 1万1361人である。近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下記の通り。駅の開業当時の所在地名である、江原国池上村、大あ雪が谷あ石川に由来するものである。駅のすぐ北にも大田区石川町を1丁目、2丁目があるが、その名は、大あ雪が谷と、 対等な池上村を大技石川に由来し、駅名と直接の関係はない。また、この付近を流れるドン川は、この地域では古くから石川と呼ばれており、その石川がそのまま地名や駅名になったとも言われる。飲み川の貸し団久の団久面上にあるため高台になっており、坂の多い町である。駅に向かって下る坂からの風景は、テレビ CM によく登場する。 また駅及び周辺は、ドラマのロケ地に使われることが多い。隣の専属池駅に至る池上線の堀割は、春になると桜や、大根の花、菜の花など、色をとりどりに咲き乱れ、多くの見物客で賑わう。映画監督、小津安二郎の遺作となった、三ンの味では、男と女が当駅のプラットホームに立つシーンがある。ありがとうございます。